ハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい、えー、皆さんこんばんはハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム Thank you 始まります <laughs> はい、ありがとうございます今日も金曜日の夜七時になりましたね 今日は7月の2日ということで早いものですね、もう7月になってしまいました、えー、東京ですね、ここ鳥越地方、浅草橋駅の徒歩6分7分というところなんですけど、皆さんの地方、どうでしょうかね、なんか本当にやっと梅雨らしくというか、ねえー、すごい強い雨が先ほどまで降っておりまして、えー、ちょっと、えー、交通機関が乱れたり、 しておりますす東京地方ですねでね私もちょっと先ほどバタバタバタっと <laughs>、えー、入ってきましたけども <laughs>、えー、皆さんのですねお住まいの方はどうでしょうかまああのー、今年のですね、えー、まあ私の予想ではま猛、あ、暑になると思いますけど、えー、まああのー、やっぱり日本ってねその猛暑になる前に梅雨のね豪雨がこう来たりしますからね、えー、その辺はですね本当にあのー、もし皆さんあのー、ね えー、そういう雨が強いなと思われたら本当にねあのー、やっぱり、えー、物理次元のね現実ってのはやっぱりいろいろありますから備えあれば憂いなしでね、えー、そういうね、えー、災害の方注意をしておいていただきたいかなというふうにも思います。さあそれで、えー、今日もですね番組の方からお知らせです。えー、毎回毎回言っておりまして皆さんね、えー、なんか結構おとなしい方が多いんですけど。 えー、ぜひね、スタジオね、遊びに来てくださいね。鳥越アズリ FM はインターネット型テレビラジオですということでね、えー、FM、鳥越アズリ FM で検索していただいて、大仙人の会に出たいとかね、出していただいたらいいんですよ、えー。このスタジオは、ね、トレイルフレッシュ備えておりますから、保存対策もバッチリということになっておりますので、番組からのお知らせです。はい。そして、いつものように、 いつものようにですね、えー、前半の第1部はですね男性人のほうからハッピーラッキーミラクルになるよもよも話をね、えー、お届け今日もしていきたいと思うんですけど今日はね皆さんにねあのー、ちょっとね知識としていろいろね、えー、お伝えしたいものを、えー、実例としてね実例と言ってなん,かなんか言い方おかしいですけどあの手相ですよね手相皆さん手相って あの見てもらったことありますか。あるいはご自分が見,見たりできる方いらっしゃいますかね。あの大戦にはあのいろんなことやってましてね。あの遠距で、あの私のセミナーとかをねやってるオフィスの大体あのそういうセミナー終わった後にですね。えー、皆さんとこ食事会というか宴会というかですね。えー、わい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 やるんですけど。 その、まあ、懇親会っていう場面で僕は余興でね、えー、よく皆さんの手相を、ね、見て差し上げてますであのー、やっぱり、あのー、手相っていうのもね一つのこの自分の持ってる周波数っていうやつなんですけどね自分のいろんなことを考えたり行動したりするそれによっていろんな皆さん人生の出来事起こってきますよねそういうものがこうここ手,に手のひらにね <laughs> あの過去の記録とともに未来がこういう方向に導かれますよ行きますよなんていう感じでね結構あの手のシワとしてですね刻まれるんですよ手相ってね本当にあに宇宙って面白いなってねあのー、宇宙じゃ声,声として聞こえるわけじゃないんでいろんなサインをくれるわけですよ。でいろんな 出来事だったりシンクロニシティって言ってなんか偶然のねこう展開でいろんな偶然が起こったりしますけど手相っていうのもそういう意味では皆さんのシンクロニシティ人生上のねシンクロニシティこれからこういうことになるよっていうようなことを宇宙が、まあ、皆さんの手のシワに書き込んでくれてるという情報なわけですね。はい ですから、あのー、本当にこの手相を結構大生にもいろいろ言っときねあの面白いんでいろいろ研究してたんですよ。ただ私の場合はあの手相を自分自身の、ね、手相を見て不思議だなって思ったんですね。それはなぜかというともう随分前もう本当に、えー、もう本当にこう子どもの時代の頃ぐらいの話なんですけど。 やっぱりそういうことに興味があってね、えー、それで本をこう買って手相の本ですよねはいで自分なりにこうその本書かれてるのと自分のこう手を見てねえっ、ー、って思うわけですよあ当たってるなーって思うわけですそのやっぱり驚きがねすごい新鮮だったのを記憶してますでそれ以来ずっとね 手相っていうのも一つの宇宙からの情報、大事なね情報を教えてくれてるよっていうことをね、あのまあ、思ってるんですけど、あの手相って本当に変わるんですよね。変わる、どん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 変わっていきます。だから皆さんの考え方と、そしてその考え方に基づく行動を変えていくとね、実はどん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 手相って変わっていくんですよ。で、ど,どっちがどっちの手が大勢にどうなのとかいろいろ言うんですけどね。 まあ一説にはあの左手があの先祖伝来というか親から譲り受けている DNA というかねもともと持っている素質で右手があの自分が個人的に生まれてきた後に自分がいろいろ性格とか行動とかいろんなものをね体験した後で右手がその自分の,その固有のね自分の個人的な情報を記録しているとか言うんですけど。 まあ、あの私の長年のこう感じではどっちでもいいと思います。<laughs> どっちゃんとしたシンボルとしてシンボルとしてですねどっちかの手に出ればいいんです。例えばいい線が刻まれてるとかいう話がありますよね。 でいい線がどっちの手に出たらいいんだろうじゃなくて、どっちに出てもいいわけですよ。どっちの手にで、どっちの手に出てもその意味を持ってるんですけれども、なおいいのは両手にあれば一番いいわけですね。両手にやると意味が強まると思ってください。はい。それはもう間違いないですね。はい。で、最近、最近っていうかね、あの、本当に、あの、ここ、何週間っていう、 間にここ、うん、何週間1週間2週間ぐらいの間に第三人の手相も本当に変わったのを発見してで私もあの久々にですねあ手相ってすごいなと思ってそれで今日皆さんにあそうだハッピーハッピーラッキーミラクルになるねお話としてこの手相ってすごくやっぱり面白いよなと。 思いましたんでねそれでちょっと今日お話をしようというふうにあの今紹介をしてるわけですね。はい、で基本的にね、あのー、いろんな見方をしてる人が多いんでど,どれが正しいのとか正しくないのとかあると思うんですけど、あのー、私が思うにですね、あのー、今時今ですね今あの例えばすごいネットの時代ですからあの YouTube ありますよね動画まあ、YouTube に限らずあのニコニコ動画とかなんか Netflix とかいっぱいありますけどあのもう今本当にこう発信していらっしゃる方ねあの動画ではい、えー、やっぱ動画で見て手相とかで検索してみると結構な方があのやっぱりね手相の解説をしていらっしゃいますで何本か私も今日の話するために実は昨日見てたんですけど あのー、すごいなってやっぱ最近の人の方が情報がね本当にこう詳しく降りてきてるっていうか前こんなにあのね何々金運がいい金運にいい線とかねそれからそのねあの成功する線だとか、えー、人気者になる線だとか、えー、そういうね お話をまあ昔のまあもちろんその手相のことですからえー、過去のまああのー、私が読んだ本みたいなね感じでねもちろん書かれてるんですけど今動画をね配信しているいろんな人の方が数段すごいですね情報がねはいとっても詳しく解説してあって随分昨日私関心をしましたそれでえー、そういう中でね そういう中で、あのー、今日皆さんにねあの、強運というかね、ハッピーラッキーミラクルを引き寄せる手相、えー、これをですねぜひ皆さんにご紹介をしたいかなとあの。あればもちろんいいですけど、どっちかの手にあればいいんですよ。どっちかの手にあればいいんですけど、なくても大丈夫なんですよ。なくても大丈夫なの。さっき言ったでしょ 手相ってこれからの皆さんの考え方と行動でどんどん変わっていきますからでなおかつもっとすごいのはなけけりゃ書けばいいいとかいう人いるんですよあのマジックペンでねしかも金とか銀の色のペンでそれで金運線とか書いたらいいなって <laughs> でねこれね実話でしてね あの皆さんご存知の,あの戦国時代の武将でね草利取りから天下取りになったっていうね有名な豊臣秀吉っていいるじゃないですか、はい、あこれ実話らしいんですけど彼はあのその天下人になりたく天下人ってねつまりトップになりたかったから天下人になる手相というのをまあその昔から手相ってやっぱあるわけですよね。その、うん 昔の中国のその占いの一種でもあります、えー、そういうものが伝わってるわけですよね。それでその駅舎に聞いてあそうなんだとトップになれる手相っていうのを聞いて、彼はなんとですね。あの、自分で刀で <laughs> 刀で自分の手を血が出るまであのこうなぞってたって言うんですよ。本当の本当の話です。これはい、そしたら本当に出てきたって言うんですね。 本当に出ててきたって言うんですまあそれぐらいね <laughs> つまりねそれぐらいあの面白いです手相が先なのか <laughs> ねあなたの事実が先なのかってこれどっちもどっちだと思うんですねねだってこの私もずっと言ってますけどこれ心の世界なんでねもし本当に皆さんが本当にそれを今自分の手にしてるんだという,ふうぐらい熱意と実感と、まあ、臨場感っていうんですけど。 それがもうじ実は自分の手に入っているって思ったら皆さんそれを引き寄せる力もともと持ってるんです私たちはねその何でもその自分の思う通りにその欲しいもの、えー、起きて欲しいこと、ね、いろんなそういう現象をね自分で引き寄せて作ることができるんですね。はい、まあ,あのその辺のね詳しい科学的なお話も僕はあの大事にできるんですけど。 まあそのお話はあのまあ後日に回すとしてねハッピーラッキーミラクルの方がいいに決まってるんですからねわざわざあのネガティブなもう不安と心配と苦しみと悲しみと恐れもうそういうワールドいりませんからねえ自分がもう欲しいものをじゃん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 生み出せばいいっていう話なんですよ。それで皆さんの中にそういうものを生み出していくその一つの思いというのを作るためにも 手相に出てたらすごい皆さんも信用できるでしょ、ね、あ私って俺ってこの手相出てんじゃんって言ったら自信になるじゃないですかね。はい。そういうふうに考えてくださいね。でなくても大丈夫ですからなくてもこれから出てくると思って聞いてくださいね。それであのよかったら自分でマジックーパンさすがにあの刀でね刀っていうかナイフでね。 血ち出るまでやる必要はないですけどまあ書けばいいと思うんですよ書けばね、はい、えそしたら当は出てきますからねはい、えー、今日何種類かねその「ハッピーラッキーミラクルに導いてくれる」っていう手相をねちょっと紹介したいなと思いますえー、それでね大仙人が言うわけですから今から紹介する 手相は実は、えー、大聖人が全部大聖人の手にね刻まれているもしくは持っているっていうことなんですはいだから紹介できるのねはいえー、まずいきましょうかねはい一番最初にあで基本的なお話ししときますねえー、ぜ何でもかんでも全部詳しく覚える必要はないですけどねえ あの基本的な線だけは一応頭の中に入れておいていただくと、えー、まあ分かりやすいかな理解しやすいかなと思いますでまず最初に手相って大きく3つの線がありますこの親指と人差し指の間 ね、この間からずっと手のひらに向かって下にこうカーブしていく点線ねはいこれ生命線と言います生命線ですそれでえー、<laughs> もういきなりねここでね私詰まってしまうんですけどね何千人が、えー、と紹介したいハッピーラッキーミラクルを引き寄せるってもういきなりここなんですけど 私はあの本当は3本のね線がこう普通の人はねもう一つは同じく親指と人差し指の間から斜めに手のひらを横切っていく線これね大線にないんですその線ね知能線って言うんですけどでもう一個がこのねえー、手の中央一番上ね小指の下から だいたい人差し指のところまでこう伸びて上がっていってる線一番上にある線ねそれ感情線と言います生命線頭脳線感情線と言いますでも早速一番目にハッピーラッキーミラクルになる手相ということで大仙人のこの手ね見てくださいね皆さんから見たらこういうふうにひらがなの手っていうなってでしょ2本しかないんです2本しか これ、ね、はい2本しかないんですこの横にあるこの線と縦の生命線だから私の場合は頭脳線というのと感情線が1つになってるんですここねほんでこれ手平仮名の手みたいに見えるでしょはいこういう線ですね2本しかないこれねあのマスカケ線っていいましてはいえー、なんとなんとですね 一生懸命先ほど言いましたように豊臣秀吉が天下を取るのにはどんな手がいいんですかナンバーワンになるのにねどんな手がいいんですかって聞いて彼が一生懸命作ってたのがこの実はマスカケ線なんです <laughs> で大仙人は右手こっちとね <laughs> それから左手こっちはい。 両手両方マスカケ線っていうことなんです。ドド,ドドン。はい。点火取りそうですね。はい。あの、でも、これじゃない人でも全然大丈夫ですよ。あの、すごい珍しいんです、マスカケ線って。しかも、両手マスカケ線、あの、102切りって言いまして、マスカケ線って100人に1人って言ってるんですね、片手がね。だ両手にある人は <laughs>、 1000人に1人って言われてるぐらいまああのすごいハッピーラッキーミラクルにを自分で作っていけるまあ千というふうに言われてますあったあなたはすごいね自信持っていただいていいですよということですはいドンでもう一つ意味を教えてあの手相を見るときもう一つね重要な意味をあの覚えておいていただきたいんですけど この手のひらをね見てね半分にこう見たときに親指側か小指側大体ねこの大体でいいんですけど2つにこう分けて縦の線がね縦の線がその皆さんの中に刻まれてると思うんですけどねこの縦の線がそのどの位置から刻まれているのか っていうんで大きく意味がきはあの違ってくるんですね。中指を中心にして小指側が自分から見て他人の方の、えー、意味を表します。で中指から内側が自分のね身内を表すんですね。はい。そういう意味をちょっと覚えておいてくださいね。はい。でそれは大きな意味があってそれで。 縦の線ね。すごく大事なんです。開運とか。あの財運線。それから太陽線という人気線。それから運命線っていう実力線って言うんですけど、この3つの縦線がハッピーラッキー、ミラクルを呼ぶ線なんですね。どどんはい？生命線っていう意味は生命線ですから、皆さんすごいね。 生命力ここに刻まれているわけです知能線っていうのは名前の通りあなたの知能ね知能のそのまあ長い人はやっぱりすごい思考に長けてるっていうね考え事をするのが得意っていう人知能線が短い人はね直感的な人なんですよあんまり考えないねいいとか悪いとかじゃないんですよあ,あくまでも個性ですからね手相もね だからその頭の僕は頭脳線ってこのマスカケ線ですからないんですけどあの感情マスカケ線ってだから感情線と知能線が一緒になってるわけまさにね。えー、わかりますねで感情線っていうのはま,まさにその一番上の線はそのあなたの,その感情の度合いがねテンション高い人は、ね、感情線が上にあるんですよで。いつも冷静な人は感情線が 下にあって感情線が長い人はすごい感情豊かな人ねはいで感情線がずっとこう長く伸びてて人差し指の上くらいまで下ぐらいまで伸びてきてる人は本当にあの女性だったら良妻賢母って言われるんですよねすごく優しい人ねそういうふうに見ていくんですけど縦の線がハッピーラッキーミラクルにはすごく大事なんですそれでね皆さん かかりますかねあの縦の線ねこのちょっと反射で見にくいかもしれないんですけど、えー、大仙人の手に刻まれてるのを解説しますとこの小指の下のねこの小指の下こっちでもいいやこっちの方が分かりやすいかな、はい、この小指の下この小指の下にこういうふうに斜めにですねこっちにこういうふうにね来てるやつ。 これありますか皆さん。あの、短くても大丈夫です。大勢にこんな長いんですよ。ね。わかりますかえー、こんな感じかなはい。何本もあるんです。これ何かというと、在雲線って言います。金雲線です。一本、ここにスッと入ってでも、すごく金運いいです。 でも大仙人の場合はマスカケ線のここ横切ってね、ここまであるんです、ここまで。生命線のここまであるんです。それがね、3本ぐらいあるんですよ。1、2、3本ぐらいね。はい。財運線皆さんありますかね <laughs> なくても大丈夫です。出てきますからね。何回も言いますように。ね。で、財運線ある人喜んでくださいね。あのー、 財運増やすってどういうことか財運増やすってどういうことかと財運線を伸ばしていくの伸ばしていく伸ばしていくんです伸ばしていくってのはどうしたらいいんですかっつったら皆さんね私この、ね、放送でも <laughs> いつもお伝えしてますけどどん,どん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 与えることをしましょうね。 人を喜ばせる。ね自分も嬉しいけど人も嬉しいというそういうねあの何、ー、ていうのかな自分の服をね喜びをみんなに分けてあげるね喜びをどん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 与えていくということをしていくとね財運線どんどん伸びていきます伸びていきます伸びていきます。ね えー、本当に伸びていきますからやってみてください。で私そんなになんか与えるもんお金もあんまりないしとか才能もそんなにないしとかねいやそうじゃなくて笑顔だっていいんですよ笑顔だって前回言いましたよね笑い笑うことってすごく得のある行為でね、えー、そういうことでどん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 人にそのエネルギーをね元気になってもらう。ね。 えー、それがそのね、財運として返ってくるんですね。やりましょうね。はい。それから、この、えー、もう一個、ね、小指の下の縦線が財運線ね。小指からいきましたね。じゃこのこの指、薬指、はい、薬指の下に、縦に入ってる線、はい。ありますね、大腺に、ここにね。 これ？はい、これを太陽線と言います。はい、太陽線。はい、太陽っていうのは何かと言います。太陽って輝いてるでしょね。みんなを照らすわけですよ。だからこれね。あの強運線とも言われてるんですけど、あの人気者。それからすごく。あの人をね。 人を引きつける人。で、そういう人はね、人が寄ってくる人ね。はい。明るい太陽みたいな人ね。<laughs> だから太陽線って覚えてください。ね。太陽線がある人。あの、この薬指の下に短くてもいいですから、あれば OK です。あれば OK。ありますか皆さん、どうですか見てくださいね。 あスタッフさんねはいちょっと短いのがあるよってはいグーですグーですはい、えー、長くなくてもいいですね伸びていきます大事に見てくださいね大仙人のこの太陽線ね太陽線も大仙なに 3, 3本ぐらいあるんですけど、えー、ちょっと画面では見づらいかもしれませんけどそれでやっぱりこの太陽線もねずっと伸びててそれでもう生命線のところまで来てるんですよ <laughs> ここまでね財運線もこういうふうに来てて太陽線も 生命線とここまで来てます。ね。人気者線だと思ってください。運をね、ものすごく持ってる人ね。はい。必ず出ますから。はい。ハッえっと、ラミラ,ミラクル財運でしょミラクルで、ラッキーが太陽線ですね。ミラクルが財運線。えー、ラッキーが太陽線ね。じゃあ、ハッピー線は何かって言ったら、 それがこの中指のの下に伸びている縦の線だいたい中指の下から伸びてて手のひらの中央から行っておうが人によっては生命線これ大前にもあるんですけど生命線からこう中指に向かって縦線行ってる人とかあるいはこの手のひらの外側つまり小指の下からねこの辺からこういうふうに言ってる人もいます。 だからさっっき言ったでしょ手のひらのこの外側の小指は自分の身内じゃなくて他人を意味しているので他人のところからこれ運命線って言うんですけどはあなたがハッピーになれている度合いの線です自分らしく生きているかどうかいつもハッピーを感じているかどうかそれをいそれを感じて生きてたら 運命線が刻まれまれすねで大事にまたここにずーっと運命線この中指の下この中指のこの下でね二股三股に分かれてるんですけどね運命線はさすがに多分ほとんどの皆さんの方は持っていらっしゃると思うんですけどポイントは運命線がずーっとこの一番中指のねこの根元ぐらいまで来ると 超ハッピーなんです。なぜかというと手相って実は皆さんの大体の肉体の年齢と比例して刻まれていくので実は年手相はこの下の部分が皆さんの子供時代ねで真ん中辺りが青少年時代でこの真ん中から上からが中年時代なんですよ。 で感情線より上が皆さんの熟年から老年時代表してるねで、運命線がずっとこの中指の下まで来てあるよっていう人は死ぬまでハッピーってことなんですよ。<laughs> わかりますね。だからもう未来が分かるっていうことになるわけです。ね、で、これはあくまでも人間の主観ですから、運命線は。 あの運命線薄いよとか短いよいよとう人ででも大丈夫なんですそういう人はねどっちかっていうとあ,のあんまりこう何て言うのかなこの自分のこの生きている人生上の,あのこ,この世界にあんまり興味がなくてどっちかっていうと自分のねこう空想とか、えー、いろんな芸術的なそのおお音楽の世界とかね絵の世界とかそういう方に意識が向いてる人が運命線ってそんなにぶす 強く出てなかったりしますす、はいいいいとか割とかかじゃないんですよただ実際に私たちがこのこのね物理次元の私たちがハッピーを実際に強く強く幸運だって感じれば感じるほどこの運命線って出てきますからね長く伸びてきますから、はい、ですから是非あのチェックしてみてくださいね。で2番目のものすごくいい ハッピーラッキーミラクル3つ揃えっていうのはですから財運線太陽線運命線が3本揃ってね大前に見てくださいねこれ両,両手そうなってるんですけどこういう,うにあに熊手みたいにね熊手みたいにこういう風にこういう風に,に一定にこう集まってきてるわけですこういう風に。 ここにね。はい、これ覇王戦って言います。覇王戦。あのー？有名なところでは覇王戦ね。あの北野武さんビね。あのビートたけしさんとかね。あのお笑いの。まっちゃんとかね。だいたい。あのそのまあ言ったらあの実業界だとあの孫正義さんとか昔の人だとあのパナソニックの松下。 之助さんとかね。あの、破汚染だったっていうふうに言われてます。あの、わかりますかねこの三本の線が綺麗に入ってて、一点にこう、こういうふうにね、熊手みたいになってるやつです。はい。で、そうなってなくてもいいですからね。これから皆さんそれを作っていけばいいです。で、意外とね、私の鑑定ではね、女性が持ってます、これ、女性が。これから女性の時代ですからね。 はい、で女性が覇王戦ってどういうことですかってあの覇権を握るっていうのが覇,覇権の王,王者になるということですから覇王戦ですけど女性が覇権の王者になるってどういうことですかって言ったらあのねその男性みたいになんかこう有名になって、ね、そのその支配者になって王様になるとかそう,いうそういうことじゃなくて女性は女性のワールドで女性の一つのねこの 今これから女性が活躍するフィールド場がいっぱいできてくると思うんですけどそういう中でね自分らしさを一番発揮してそうやって仲間をいっぱい作ってそれでその中でそういう自分の仲間の一番まあ先生というかまあトップというかねそういうのを教える立場になれる人、はい、それが戦です、はい、今2つ目ね。 3つ目をお教えしますね。大事にスピリチュアルの先生ですから、これをお教えしとかないとだめですね。えー、仏眼です。これ、手相というよりもマークなんですけど、このね、指の関節あるじゃないですか。この指の関節。はい、はい、そうです。このね、親指の第一関節、人差し指のこの第一関節、中指、 薬指指この小指ですねこの目,目,目,の目の形あのレンズのような形になってるの分かりますかこ,のこれね。はい、これ、仏眼っていいます目。目になってるわけ。単にこう横線がいってるんじゃなくてこういうふうに目,目の形にしてなってるということね。はい、これ、仏眼と言います。仏眼両方私仏眼なんですけどこれ持ってる人 3番目のハッッピーラッキーミララキミクルね、えー、霊能者です <laughs> ものすごい直感が働いててあの第三の目ってありますここにねでなんか物事を見通しちゃうっていうやつね仏眼だから仏仏の目って書くんです仏眼、はい、見抜いちゃうんですね物事をね直感でピーンときてもうあの何が、ね、自分にとって何が何がその もうなんかあのこ,れこれからどうなるのとか,なんかピーンっても来て未来が読めちゃう人仏眼3番目であのこ,この仏眼になってる人ね両手でなくていいですよ片手で5本の指がなってたら文句なしです一番大事なのは親指がなってることなんですけどね親指はい親指はすごい自分の内側の生命力生命層の内側ですから生命力を表すんでここになってたら 大丈夫です。仏画になったらね。霊能力開発したら開発できますからそういう人はね。はいえー、大事なところ来てください。お <laughs> 教えします。さあそれから4番目、えー。4番目の手相はソロモンの輪といいます。ソロモンの輪ってね、えー、ちょっとねすごい分かりづらい見にくいあのはっきりとこのね手の平のひらに書いてるんじゃなくて。 親指、あ、親指じゃない、ごめんなさい、人差し指、ね、人差し指の下の根元に、あのー、指輪みたいにリングになって、半円状の輪っかの印がある人、わかりますかね。これ、ソロモンの輪といいます。昔、ユダヤ王国っていうのがあった時に、 えー、黄金財宝を築いてそれですごいスーパーなあの能力者であったといわれるソロモン王というねソロモンの秘宝のソロモンですけどソロモンの王の手形の手相にこの輪があったんでソロモンの輪っていうんです。でこの輪がある人はね超能力者です。<laughs> 超能力者っていうのは何かって言ったらあなたが自分の願ったことを必ず願ってそしてそれをね実現しやすくするのを本当に知ってるしそして実際にそれを最終的には必ず実現してしまう人ね、はい、ドラえもんの四次元ポケットみたいな意味を持っているのがソロモンの輪です。 最後いきましょう5つ目のハッピーラッキーミラクルといですなくてもいいですからねそのものはだって皆さん書いてくださいねここねこの根元に、ね、半円状にこう書けばいいんです書けばねはい書けばいいんですはいあったらすごいハッピーラッキーミラクル最後の5つ目えー、スターと言いますスターえー、この線はあのー、ね これもね、すごく、あのー、分かりにくいんですけどスターって分かりますあの星,星型、ね、でこれは手のどこに現れてもいいです手のどこに現れてもあ星型になってるって普通ね手相知らなかったらなんか星型になってるなんとか思うだけなんですけど大成にからしたらそれすごいハッピーラッキーミラクルサインだよっていうやつねでこれ急に出たりします 宝くじ当たる人は必ずこのスターが出るんですよ <laughs> 当たる前にえー、で手相を見る人があなた財運線のこの下にスターが出てますよって言われて宝くじでも買ったらどうです買って1億円以上当選したい人たくさんいるんです <laughs> だから手相ってバカにできないでしょはいでなぜスターすごいかっていうと実は大仙人は別に宝くじ買ってないんですけど あのここのねちょっとねこの画面ではもうあの細かすぎて見,見えないと思うんですけどあのこ,ここの財運線のここにねはい3個今スタートがあるんです <laughs> 宝くじ当たるぞみたいな話みたいなのがねもうすぐ行く1個だけでもすごいハッピーラッキーミラクルなのに3個あるんです今はいどうなるんでしょうね大前人ね <laughs> 宝くじ級が3個当たるのかなみたいな話ですはい スター探しておいてくださいね。なくても大丈夫です。書けばいいですからね。はいはい、あそれからもう一個すいません。忘れてました。もう一個6つ紹介します、はい。もう一個がやっぱりスピリチュアル線の代表的なやつでした。神秘十字線と言います。えー、これもね、よくよく見ないと分かりにくいんですけど、あのー、この手のひらの真ん中に十字架の線を持ってる人。大体ね、あのー、感情線と、 感情線と知能線、ね。皆さん3本あるでしょ感情線と知能線の間に出てる十字です。手のひらの真ん中。神秘十字線っていいます。大仙にも両手にあるんですけど、はい、神秘十字線と言います。これですね、これ。これ、これ。十字になってるんです。ここね、ここ十字になってるんです。神秘十字線と言いまして、 これはどういうことかというとハッピーラッキーミラクル6番目でして先祖に守られている人守護の存在に強く守られている人です、はい、だか何かまさかのことがあっても必ず助けられる人なんですだから神秘十字なんです、はい、でなくても大丈夫です皆さん墓参りちゃんとしましょうね先祖先祖の墓参りして ご先祖様に感謝感謝感謝ってやってるうちに神秘十字線が出ます。あそれからね私よく言いますけどご両親と仲悪い人神秘十字出ないですから早く仲直りしましょう。ね、だってあなたの存在はご先祖の一人ですよご両親もね。<laughs> 今七味のご両親いらっしゃる生きてるからね生きてる間はね生きてる間はお互いこうなんかね、えー、なんかこうつんつん。 しあってですねな,なるかもしれないですけど亡くなったらどうですかお父さんお母さんねそしたらああって思うでしょね。今のうちに仲直りしてくださいねでお父さんお母さんありがとうね感謝感謝感謝ですからねはいはい、えー、6つのですねハッピーラッキーミラクルテストを紹介させていただきましたあ今日はですからこうなんテストの、ね、紹介熱入ったらあと残り10分少々になってしまいましたが、えー、ここらで、えー、いつものテーマソング アメリカンオーサーズのベストデイズ・オーマイ・ライフに乗っけて私のホームページの紹介をさせていただきましょう。はい、お願いします。はい、リッチウェルシークラブです。リッチウェルシー塾ですね。えー、今日ね、この雑誌をですね、持ってきたんで、株の雑誌を持ってきたんでですね、後ほどちょっと紹介させていただきますね。えー、トルコの方の留学生で、エミン・ユルマズさんという方が、 これから日本の株は爆上げするんだぞってね言ってくれてるんですよその雑誌証拠に持ってきましたから後ほどねお話しますつまり皆さんのねなけなしのお金でも何でもいいんですけど <laughs> あ<の>増えていきますからねえー、ぜひね参加してくださいね月1万円の会費かかりますけどねあのー、そんなね金額どころじゃない 金額、ね、リターンされていきますよってことなんですねで今のタイミングがベストベストベストですはいなぜかというとこれから上がっていくからです日本の株ねすごく上がっていくんで多分ねあと半年もしたら皆さん本当に大事に言ってるのすごいなってなんで分かってるのみたいなね話になってきますもう7月でしょあと今年も半年ですねはっきりとあと半年後にはねすごいことになってるっていうのも分かりますから 今のうちにに参加してくださいねいねとこなりますはい、それからもう一つ、高次元宇宙波動研究所のホームページですね。はい、今日もえコアブリフ解除のご紹介をさせていただきましょう、おションですね、はい。でね、皆さんなかなかね、あの今日手相の紹介させていただきましたけどね、あのなんで大仙人ってそんなね、さっき言ったその、ね、ハッピーラッキーミラークルの手相全部あるのみたいなね。 他にもいっぱいあるでしょいろんな手相ねあのだけど代表的なハッピーラッキーミラクル手相を紹介したいんですけど他にもねいいサインの手相っていっぱいあるんですよ先生ね本当に自分で言うのも変ですけどほとんど全部あるんですよ、はい、変態でしょ <laughs> それねあの別にね自分がねあのその手相をさっきも言いましたよ最近の人って本当によく知っててあの島田秀平さんって言いますよね島田秀平さんっていう芸人が 手相見の鑑定士でよくテレビでやってますけどねえー何々線超モテ線とかねえーカリスマ線とかねなんか成り上がり線とかね線の名前の付け方うまいですよねあの人ねあれでえらい感心してるんですよね分かりやすいなと思ってねでそういう風に人間って自分でいい今度ね思い込みを持ったらね本当に手相も変わるしあなたの現実もどん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 ハッピーラッキーミラクになっていくわけですよ でもなんで、それねそういうふうにすぐなれないかと言ったら今までの過去の経験の中でそんなうまいこといかよっていうそういうねずれた間違った思い込みを思い込ませる原因、種があるわけねそれがコアブリーフなんですはいですから皆さんの,そのコアブリーフをね 本当に、ね、潜在意識って怖いんですよ潜在意識って皆さん、ね、あの普段意識してない皆さん寝てる時に働いている意識で夢見てる時の意識ですからね夢見てるときに皆さん怖い夢見たりするでしょ、ね、あれ皆さんの潜在意識が見せてるわけですあなたすごい今、ね、恐れを持ってますよって恐れがなんか実態を持ってどうなったように見えてるのが夢の中のモンスターだったり怪獣だったりなんか怖いね 夢だったりするわけですよ。ね。だから怖い夢見てなんか冷や汗か書きじゃないですか。夢も現実もほとんど差がないです。夢見てるときはリアルだと思ってるでしょね。だ私たち起きてるときは潜在意識が逆に今度寝てるので意識することはないんですけど本当はその寝てるときに活動している潜在意識の間違った思い込みの世界を早くそれをなくさないと本当の意味で ハッピーラッキーミラクルなってそうにもなれないよということを言いたい3時間連続セッション今でしたら10万円のところを7万2000円でやっております遠い遠いところの方はねあのー、オンラインセッションでズームでやりますからね心配と心配なくということで是非是非お受けくださいねすごいね別人になりますからね大先人の、えー、力を信じてね是非お受けいただければいいんじゃないかなと思います、はい えー、今日はちょっと時間が押してますんでホ、えームページの初回ここまでですはいありがとうございますさあ後半もあと5分もなくない話になっちゃうあこれ今の大ヒットはこれだ <laughs> もうこれも紹介しなきゃ、えー、先週もご紹介しましたけどまだ発売されてません7月7日発売ですはい、えー、大事に紹介されておりますはいねえイエーイ えー、経済分析と駅占いで株式投資指南、えー、会社が持つエネルギー状態を判断ということで投資塾のご案内をねこの今の大ヒットはこれだミスターパートナー社アマゾンで検索してくださいね、はい、この本予約できます7月7日に店頭に並びますそれで3ページ目4ページ目鳥小屋ズリの写真ね、はい、こういうふうに紹介していただいておりますんで是非。ぜひ 見てくださいどどんえー、そして、えー、もう1個今日持ってきましたのがこの株の本なんですねはいえー、これは雑誌です株完全ガイドねえー、今が買い時株ベストワーストね勝てるっていうねベ,テルベストワーストっていう本です、えー ここにね、これもあの持ってきたのは、ここに映っているこの、この一番端の,の小さい人ですけど、この人がトルコ人のエミン・ユルマズさんという方、えー、この方ですね、エミン・ユルマズさん、はい、日本株式市場の結論っていう、これ、本屋さん、どこ行ってもありますからね、株完全ガイドベストワーストとい,いうやつです。はい でこれの最新号にエミン・ユルマズさんが紹介してくれております。はいこういう風にね、エミン・ユルマズさん、この方ですね、この方はい、トルコ人の方です、えー。日本株が強い3つの理由っていうことでね、えー、1つは2021年後半からも日本株がすごい上がっていきますよって書いてます。 1、えー、一つは中国依存からの脱却2製造業の技術革新3日本株はまだまだ安いって書いてくれてますそれでエミー・ルーマンズさんは2000ねなんと2021年今年ですよね今年中にやっぱり日経平均って言うんですけど日経平均株式市場あの31年前のバブルの高値3万9000円を 必ず超えてきますよと。今株価はね日経平均2万8900円ぐらいです。だからだいたい1.7倍ぐらい。あと半年でね。何かっても皆さん倍ぐらいになっていくんだよって言ってくれてます。こう書いてくれてますから。それ証拠で、ね、お持ちをしたということです。で具体的なね、エミー・ユルマンさん。 えー、ここに書いてくれてるんですけど日経平均はなんと来年5万円を目指しますとねいうふうに書いてくれてます今の倍確実に超えていきますよって言ってくれてますんで鬼に金棒でしょはいその大仙人が駅でねさらに厳選して、えー、爆上がりする銘柄を皆さんにご紹介をしてでグループを作ってますからグループ LINE ね 大仙人の投資塾に入っていただきますとそのグループにそのどの株を買ったら爆上がりするんですかというね、えー、それをご案内をしてますんでピーンときた方ね、えー、ソロモン館の輪がなくてもピーンときた方ソロモンの輪がなくても仏眼がなくてもピーンときた方ねえー、ぜひ。 大仙人と共にねハッピーラッキーミラクルをもっともっと楽しんでいきましょうというところで今日7月2日の放送会そろそろ時間となりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム今日はこの辺でお別れですそれではまた来週お会いしましょうバイバイ